ごい念入りに準備してるね。そこまでする相手じゃないでしょ。フラはな、俺にとっては二度負けてる強敵なんだよ。気持ちとやり方の問題だと思うけどな。そういえばフラだってヘブンズハートなんだよな。どれだけ強いかは知らないけど、フラってミカドルエデンではどれくらい強いの？私は7位かな。ちなみにノラは10位、デルラは20位、ウルは18位だったと思うよ。7位、確か死んで6位だったよな。かなり優秀なんだな。じゃあフラからアドバイスというかカウンターや受け流しを得意とする相手への対策って何？あー、楽な戦い方だね。私もすごく得意な戦法だよ。楽だし得意だから言えるけど、されて嫌なことはリズムを乱されることだね。カウンターや受け流しって相手のリズムに合わせるから基本相手をすっごく見てるの。だからちょっとした程度のことなら大体対応可能なんだよね。受け身を常に取ってるわけだし。でもそれでもやりにくいのは突然の緩急、急停止、急発進、呼吸のリズム、体の筋肉の動き、これらを逆に合わせられることだよね。例えば呼吸、吸って吐いて、というリズム、この呼吸のリズムを一つ狙うだけでも人は何もできない。人が驚くとき、力を入れるとき、最初の一歩を踏み出すとき、そんな些細な動作からの読み合い、それが必要な技術だよね。対策は相手をよく見ること、見る箇所は主に筋肉の動き、目の動き、オーラの流れ、これらを見てないと受け身戦法相手にある程度の勝率を求めるのは酷だよね。そうか、俺はオーラの流れと衛星眼を使った戦法だった。大会でも主にその戦い方を学んだ。逆にそれがアダになっていたんだ。気配で察知する戦いから、目で観察する戦い、能力頼りの目の使い方ではカルルには勝てないってことか。悩んでるね。緊張してる、筋肉がこわばってる。それじゃあ柔軟な動きは望めないね。そうだな、怖がってばかりいても仕方ないよな。覚悟決めろってんだ。待たせたなパルル、今回は勝たせてもらうぞ。こっちは準備できてるよ、いつでもどうぞ主様。あ、もうあのハート持ってる。あれ本当なんだろう、何かの保険なのかな。怖いな。一度パルルが仕掛けてくるのを待ってみるか。相手パルルの得意分野に運ばないようにする。あらら、来ないんだね。いつも積極的だったから今度はパルルから来てってことかな。じゃあ頑張るぞ。パルルの打撃はそこまで強くない。速度も特別速いわけじゃない。今の状態なら守備は可能。自分から攻撃してきても受け流しを使うのか。まともに相手してたらダメだなこれ。乱行、ディスタブサージ。パルルは情報支配を持ってる。それにフラのアドバイス通りなら惑わせることでパルルの判断を少しでもごまかせるかもしれない。あれれ、気配が歪んでる。ちょっと風通し良くしますねー。危ない。風だよね。そう、俺が避けたところを狙ってきた。俺の行動を先読みして狙い撃つか。俺の能力全然意味ないな。風砲。なるほどね、視界に入らないようにして情報を得られないようにしてるんだ。ちょっとずる賢くなったね。でも能力って特別で強力なんだけど、共通点があるんだよ。能力はオーラ消費量が多い。オーラ使用するときに周りのオーラを使っていると術者に流れるようにオーラの流れが生まれる。だから、真ができる相手に周りのオーラを使うという手段はね、案外不作なんだよ。特に姿を隠したいという手段においてはね。そうか、パルルが強いのは現実世界で認知されている戦闘技術とミカドルエデンの戦闘技術の差がすごいんだ。知識量の差が実力に出てる。一筋縄では戦わせてくれない。ただ、眠る、という動作がすごく難しく感じる。今回は慎重だね、主様。慎重なのも素敵だけど勢いがないからじっくり待っちゃう時間があるからちょっと退屈。退屈か、つまり慎重にやっていても俺の技術程度だったらわかるから、せめて勢いでどうにかした方がマシってことか。確かベルから教わったな。相手の守備を崩すにはコンマも思考する時間を作らず次々手を出し相手を追い込む。あれってもしかして俺に一番合った守備突破方法を教えてくれてたのか。なら案外前回の戦い方は勝に合ってたのか。いや待て、同じことをすれば結局パルルの攻撃的な行動で追いやられるだけだ。さてと、まだ来ないならまたパルルが攻めるしかないね。そうか、わかったぞ。パルルに聞く挑戦方法。ただ実行するためには膨大な時間と集中力、耐久力、そして何よりパルルよりも多くの体力が必要になる。なんか伸び上がりに欠けるな。地味、スリルもないし、多分私のオーラと体力がなくなって、行くの花を全部消費してから速攻を仕掛けようって魂胆なんだろうな。わかりやすい。主様がそこまで警戒するなら私にだって考えがあるよ。私だって別に挑戦しかできないわけじゃないしね。パルルね、待つ恋も好きだけど、追いかける恋はもっと好きなの。だから主様が来てくれないならパルルもっともーっと、積極的になるよ。行くの花、ボースペダル。オーラ量も約90兆。俺が来ないと分かったからってすぐ4枚も消費するかよ、あいつ。な。
アドバイスが裏目に出たかな。主様がじっくり観察するってことは相手も同じく観察できるのに、自分の長所を照らして相手の長所を引き込むのは私でも難しいものだよ。というかむちゃくちゃ殴られてる。面白い。いや、お前、今帝国で重要任務をしている主様に迷惑をかけてないだろうな。いや、面倒くさいのが来ちゃったよ。結構面倒くさい牢屋用意してたのに。主様、またやられてるな。勢いがね、意識しすぎちゃって得意分野で戦えなくなっちゃったんだよ。前回得意分野で負けたからか、私の長期戦術は主様には合わなかった。そしてフラのカウンター戦術のノウハウも主様には合わなかった。悔しい話だけど、主様を最も導けるのはネルなんだ。ネルが最も主様と相性がいい。聖戦団の色を見れば明らかだ。あれは性格やポテンシャルに色濃く反映されるからね。たったあの数十秒で重傷も消費するほどの大盤振る舞い。あの勢いを止めるのは苦労するぞ。あれれ、主様、こんなに硬かったっけ。前回よりも僕のオーラを使わないと前回と同じくらいのダメージが通らない。でもまあ気にするほどでもないね。だってダメージ入るんだもん。どうする、どうすればいい。まだ80秒、攻めるべきか。ヘタレでクズで優柔不断で一人では何もできない主様よ。今まで私に何を教わったのだ。攻める一択だろ。守りも観察もいらない。その体力、そのオーラ、その力すべてを攻撃に捧げるのだ。それで主様は私を倒してみせたのだろう。だが、これ絶対後から死に怒られる。逃げよう。ネル、あなたはまだ主様と会っては。黙るのら、私は豪邸だ。ルールなんてものは自分が破りたい時に破る。わかるか、主様のためなら命も惜しくない。ミガドルエデン伝道的に回してでもだ。お前にその覚悟はあったか、のら。ただ主様の望むことだけを聞いていればいいわけじゃない。時に喝を入れ、背中を押してやれる。今主様にとって欲しいのはそういうやつだ。主様、攻めろ。ガス欠にもなってないくせに諦めるな。落ちてきたら私が主様の頭を弾いてやるぞ。全力でな。ネル、お前はいつでも容赦ないな。そうだ、俺はいつも容赦ない環境で鍛え上げられてきたんじゃないか。その時に頭で悩めば悩むほどネリアにもたくさん殴られた。俺の悪い癖だ。間違っても強いなんて思ってたら勝てる戦いも勝てねえよな。もう考えるのはやめだ。何度蘇ってきても何度も叩き潰す。それだけ考えていれば。いないね。よく考えたら受け流してカウンターを狙ってくるなら俺も受け流されてからカウンターとは違う一撃ぶち込めば一発入るって話だろう。脳筋思考だね。でも嫌いじゃないよ。それで勝てるならね。動きが数段良くなった。無駄な思考を除いたからだ。長期戦だの、観察だの主様は不要だ。何せ観察しなくても永戦団がそれを見せているのだからな。本当は2回戦の時、私が同行してそれを教えたかった。結果身に遅れてきたわけだがな。主様にはオーラを感覚で把握する術を早い段階で教えた。とっさの反射神経で十分対処可能だ。私やメリアは主様に最も必要とする技術だけを教え伝えた。その教えの中に無駄なことはない。すべて主様にとってプラスになることだ。主様は負けない。教えをすべて出し切れば必ず。ネル、今回の検診は知ってるの。私ネルの不祥事で連帯責任で懲罰受けないよね。おいノラ、神なんかにビビっているのか。いつもの異性はどこ行った？いやいや、神は優しいから心配なんだけど。安心しろ、しっかり泣かせてきた。え？なんで泣いてるの？って思う。聞いてよ、ネルが私に贅肉がすごいだの、胸が無駄にでかいだの、都合のいい女にもなれない半端責任者とか悪口いっぱい言ってくるんだよ。ふーん、だいたい合ってると。思うけど。そこだよ、むしろもっと食べないとなーって意識してるくらいなのに、そもそも私たち神族なんだから贅肉脂肪なんてつかないよ、ひどいと思わない？まあ、本人に向かって言うことじゃない？と思う。それで、ネルは、あ、数日口聞いてもらえないだろうが、小言を回避できるならむしろ大歓迎だ。本当神霊様かわいそう、ネル霊様の相手をしないといけないんだから。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。
見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。